こんにちは、アスカです。今回はレディーキティハウスにどうしても入りたかったので学ぶことにしました。これね、もう見ていただければわかるんですけど、周りがね、ほんとみんな女子ばっかりなんですよ。もうね、みんな若くてね、綺麗な女子ばっかりで、学ぶのめちゃくちゃ緊張しましたよ。しかもね、全然進まないんですよ。やっと先頭まで来たんですけど、ここまで来るのにね、本当にね、2、30分待ったかな。結構時間かかりましたね。やっとね、中に入れたんですけど、いきなりキティちゃんとかね、めちゃくちゃ可愛いでしょ。このピアノとかね、ほんとね、女の子がね、憧れる夢のようなお部屋なんですよ。ほんとね、もうどこ見ても可愛いのでね、目がキラキラしてます。このクマちゃんとかね、もう持って帰りたくなるような可愛さですよ。これね、なんか面白いの発見したんですけど、レディーキティとお揃いのドレスも試着できるんですね。こうやってバーチャルでなんか着れるんですけど、めちゃくちゃ面白いでしょ。こうやってね、フォトスポットはね、もうほんと譲り合ってね、使わないとダメなんですよ。で、私はね、何をやってるのかっていうと、実はですね、このバーチャルの試着するやつの別バージョンがあって、そっちやって遊んでます。この奥の方でね、人がね、並んでるんですけど、とりあえずね、なんかもう先に進むのに並ばないとね、なんか先に進めない感じなので並んでるんですけど、これもね、時間かかってね、ここで並んでるので入るときにね、すごい時間かかったんですね。やっと先頭まで来たんですけど、なんかね、中で写真撮ってる感じがあったんですけど、入ってみたらね、いきなりキティちゃんですよ。かわいいでしょ、ほんと。キティちゃんと一緒に写真撮れるなんて知らなかったんで、めっちゃびっくりしました。ね、素敵な体験でした。本当にね、楽しかったです。また来たいですね、ここは。今回の動画はこれで終わりなんですけど、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。